巨人。セリーグ初。ノーヒットノーラン系統。FA 移籍後初登板の。山口俊から3投手で達成。日本生命。セ・パ交流戦。巨人さん。レイソフトバンク。2017年6月14日。東京ドーム。巨人がソフトバンク相手に。FA 移籍後初登板となった。山口俊投手、29、から。スコット・マシソン投手、33。アルキメデス・カミネロ投手、29、の。3人による継投で、ノーヒットノーランを、達成した。1リーグ時代に2度。41年クロワシ。41年阪急。2リーグ制以降では、2006年4月15日に、日本ハムが、ソフトバンク戦、ヤフードーム、で、3投手の継投により、延長12回、1-0で、勝利して以来、11年ぶりとなり、セ・リーグの球団では、史上初の快挙となった。開幕から76日、右肩違和感の影響で、2月の春季キャンプから、3軍調整が続いた。山口俊が、ソフトバンク打線から、8三振を奪い、6回まで安打を許さない。すると6回の攻撃で、坂本勇人の、先制ツーランが飛び出し、102球を、投げていたこともあり、勝ち投手の権利を手に、リリーフ陣に、マウンドを譲った。2点リードの、7回から登板の2番手、マシソンも2回を、無安打無失点、坂本勇人の、2打席連続本塁打で、3点リードとなった9回は、13日に再昇格した。カミネロが2四球も、無失点で締めた。許した走者は、四球の6人と、失策による1人の、計7人だった。